埼玉市は埼玉県の南東部に位置する市、埼玉県の県庁所在地で政令指定都市である。2001年5月1日に、浦安市、大宮市、与野市の3市の合併により新設され、2003年4月1日に政令指定都市に移行した。その後、2005年4月1日に東に隣接する岩月市を編入して、現在の市域となった。 100万都市の一つであり、日本の市で9番目の人口を有し、18県の総人口を上回る。埼玉市は関東地方の中央部に位置し、政令指定都市で唯一内陸県に位置する。埼玉県内においては南部東寄りに位置するが、県内で用いられる地域区分では中央地域に区分されることが多い。また、日本の首都である東京の都心部からは北に 約2 0トルの距離にあり、横浜市や千葉市と比較しても、県庁所在都市としては、東京に最も近い。また、その地域は、工房が東西1 9 6キロメートル及び、南北1 9 3キロメートル並びに面積が217.43平方キロメートルにわたる。日本の政令指定都市としては、川崎市、堺市に次いで3番目に狭い一方、 埼玉県内の市町村としては、秩父市に次いで2番目に広い。また、隣接市町村数も秩父市に次いで2番目に多い。日本の政令指定都市並びに、都道府県庁所在地では、初の平仮名市であり、現在も唯一の市である。このため、平仮名市では、人口が最多の市である。また、平仮名市のため日本の都道府県庁所在地では、文字数が最多である。 関東平野の中央部に位置する埼玉市には、山地、丘陵といえる場所は存在せず、全域が大地及び低地からなる。全域にわたって標高が低く、最も低い地点で、海抜1.1メートル、最も高い地点でも、海抜20.5メートルである。市の西境あるいはその近くに荒川、東寄りに、元荒川が、それぞれ北西から南東に流れており、 これらの河川に近い市の西側、南側、東側の三方を定地で囲まれる。一方、市の北西側から南東に向かって、主に関東ローム層によって形成された大宮台地が伸びており、市の中央部を貫いている。この台地の中にも、大鳥沼川、芝川、綾瀬川などの中小河川が流れている。このような中小河川に沿って、谷底平野や、 中世平野などの定地が形成されているため、大地はいくつかの次第に区切られている。これらの定地には、見沼や大鳥沼などがあったが、江戸時代に干拓された。埼玉市周辺における人口集中地区の推移。1960年にはすでに、浦和、大宮、世の三市の DID は一体化しており、他市町の DID と接続したのはその後のことである。 岩月区の DID は、春日部市の DID と連続するが、市内田区の DID とは連続しない。東京都心から、おおむね2 0トルの3 5トル圏に位置する埼玉市は、東京大都市圏におけるベッドタウンとしての性質の強い都市である。その一方で、百八十八年に、旧浦和市、旧大宮市が、業務各都市に指定され、二千年に、 埼玉新都心が町開きをして各中央官庁の地方支分部局が東京より移転してくるなど業務機能の集積も進んでいる。東京の北港に位置する埼玉市は広域的に見ればより東京に近い市南部の方が市北部に比べて人口密度が高い傾向にある。これに加えて東京都心部に直結する京浜東北線や宇都宮線、高崎線や 最強線の沿線に人口が集中する傾向があり、両方の条件が重なる南区から浦和区、中央区にかけては2万人平方キロメートル以上という高い人口密度の地域が連なっている。行政、商業、業務などの都市機能の集積は浦和駅、大宮駅、埼玉新都心駅といった主要駅周辺において顕著であり、これらが旧浦和市。 旧大宮市時代からの中心市街地を形成している。また東部の打線の岩月駅周辺にも旧岩月市の中心市街地が形成されている。現在多摩市域の大部分は江戸時代まで農地が広がっていたが、1923年の関東大震災や1940年代前半の太平洋戦争などを契機として、東京などからの大規模な人口流入が生じ、 本格的に宅地化が進むようになった。このような宅地化は、まず中心市街地に近い来地上の鉄道駅付近、すなわち浦和駅から大宮駅にかけての東北本線沿線で先行した。浦和市、大宮市、与野市の各中心部は、このような地域において互いに近接していたことから、市街地の一体化は早期に進行した。国勢調査において、 初めて人口集中地区が定義された1960年の時点で、この3市の人口集中地区はすでに連続していた。一方、1960年時点では、蕨市、川口市、上尾市といった他市町村の人口集中地区とは連続していなかった。その後、首都圏への大規模な人口流入と公害化の影響はさらに強まり、現在魂行きの都市化は、 急速に進んだ。鉄道路線の沿線においては、埼玉市の人口集中地区と、他市や東京の人口集中地区とが連続するようになっただけでなく、定地や鉄道駅から離れた場所にも宅地が及ぶようになり、岩月駅周辺の市街地も拡大した。2015年時点で、10区の内北区、大宮区、中央区、浦和区、南区の5区では、区のほぼ全域が、 人口集中地区に組み込まれている。しかしながら、現在も、なお、鉄道駅から離れた場所には、比較的大規模な農地が存在するほか、住宅地の中にも小規模な農地が点在している。また、明治時代の度重なる洪水を契機とした、治水対策として、広大な河川敷機が設けられている、荒川周辺や、農地として保全された、見沼田んぼ周辺では、 開発が厳しく制限されており、人口がほとんどいない地域も存在している。岩月区とタクとの境界付近を流れる愛イ川の両岸にも農地が多く、ここで市街地が途切れている。その結果、埼玉市の人口集中地区は、岩月区以外の旧区においてはほぼ一体化しているのに、対し、岩月区の人口集中地区とタクの人口集中地区は連続していない。 岩月区の人口集中地区は、東側に位置するカスカベ市の人口集中地区に接している。市内の住宅地の工事地下の上位1位から5位の地点は、浦和区に所在し、1位の高佐後2丁目は、東京特部以外では最も値段が高い、住宅地地下となっている。また、商業地の工事地下では、上位1位から4位が、大宮区の地点、5位が、浦和区の地点である。 埼玉市の気候は、欠片の気候区分に基づけば温暖湿潤気候に属するが、本州の太平洋側に、一般的に見られるように夏季に比べて、冬季の降水量が少ない。冬季の降水量の少なさと最低気温の低さは、東京都や横浜市、千葉市といった近隣の沿岸部の諸都市と比べ、より顕著である。1月の平均最低気温は低、摂氏1.5度であり、 埼玉市より北にある、群馬県前橋市よりも低い。2018年1月24日には低接種8.6度、同1月26日には観測史上最低の低接種9.8度を記録した。アメダスの埼玉観測点における平年値は年平均気温は接氏14.8度、年間平均降水量は1346.0ミ、mm、リメートルで、ある。 埼玉市の区、合併前の旧四市域と県埼玉市の区域との比較。政令指定都市である埼玉市には10の行政区が設置されている。おおむね、市町村合併前の旧浦和市域に桜区、浦和区、南区、緑区の4区が旧大宮市域に、西区、北区、大宮区、見沼区の4区が旧四の市域に、中央区が旧岩月市域に、岩月区がある。 ただし、わずかに、旧浦和市内や大宮市内で中央区に属している地区や、旧浦和市内で大宮区に属している地区もある。十区のうち、岩月区を除く九区は、2003年の政令指定都市への移行に伴って設置された。この九区の区域は、浦和、大宮、与野野の旧三市の合併協議において盛り込まれた、旧浦和市域、大宮市域は、 それぞれ4つの行政区に区分することが適当。旧与野市域は市域を基本として一つの行政区に区分することが適当などの合意事項が埼玉市に引き継がれる形で設定されたものである。一方で、岩月区の区域は2005年に旧岩月市が埼玉市に編入される際に旧市域がそのまま岩月区に移行する形で設定された。 埼玉市の10行政区には、それぞれ区の色及び区の花が制定されている。日本において、第一回の国勢調査が行われた1920年以来、現埼玉市域の人口は、ほぼ一貫して増加してきた。1920年当時の人口が、約12.3万人であったのに対して、2015年国勢調査では、その10倍以上の、 約126.4万人に上り、また2018年9月には、住民基本台帳による人口が130万人を突破した。特に日本の高度経済成長期における人口急増が著しく、1960年国勢調査では、約42.0万人であった現在魂域の人口は、1975年国勢調査では、 約81.4万人となり、この15年間で2倍近くに増加した。旧4市域の合併直前と、現在の人口は、浦和市が約49万人、大宮市が約46万人、与野市が約8万人、岩月市が約11万人である。近年では、日本全体の状況と同様、人口の高齢化による死亡数の増加が見られる。死亡数の増加により、 埼玉市の人口の自然像は急速に減少しており、2017年にはほぼ0となった。現在の埼玉市の人口の緩やかな増加は、ほとんどが社会像によるものである。人口の転入超過は、20歳代、30歳代によるものが多く、2017年には、転入超過数8234人のうち20歳代、 30歳代が5396人を占めた。国立社会保障人口問題研究所の日本の地域別将来推計人口2018年推計によれば、埼玉市の人口は2030年の131.8万人でピークを迎え、その後減少に転じると推計されている。一方、日本全体の人口がすでに減少に転じ、大半の都市も 人口減少が見込まれていることもあり、埼玉市の日本国内における人口順位は2045年においても維持されるものと推計されている。現在玉市域における人口の推移。人口が多い区は南区、浦和区、見沼区。人口密度が高い区は浦和区、南区、中央区となっている。市内に常住する通勤。 通学者74万7千人の23.5%に当たる17万5千人が東京特別区部に通勤通学しと政令指定都市かつ県庁所在地でありながら中夜間人口比率が100%を下回る93.0%であるなど埼玉市は東京都へ通勤通学するいわゆる埼玉都民が多数居住する東京のベッドタウンとしての性格が強い その一方で、埼玉県内の他の市町村から、埼玉市への通勤、通学者も16万8000人に上り、昼夜間人口比率も1990年の89.8%から次第に上昇を見せるなど、埼玉市は周辺の地域から通勤、通学者を集める。埼玉市は人口40万人以上の複数の指導士が合併した2020年時点において、 日本で唯一の例である。当初に合併した浦和、大宮、与野野旧三市の市街地は地理的に連続しているが、旧岩月市は三市の市街地とは連続しない。旧四市のうち、旧浦和市と旧大宮市は、東西方向に細長い市域と2019年時点で50万人台の人口を有すること、中央部に中仙道の宿場町を起源とする。 中心市街地があり、東西に住宅地や農地が多いという土地利用構成となっていること、J リーグに所属するプロサッカークラブがあることなどの共通点がある。旧浦和市は古くは超神社や玉造院の門前町であったが、現在の町は旧中仙道の浦和塾が設けられたことに橋を発する。県庁、市役所をはじめ地裁や県警等県、 市の行政機関の集積とともに、県指定金融機関である、埼玉リソナ銀行の本店や各種政党の支部、各種メディアの支局など県都と,としての機能が集積し、浦和、大宮、与野の旧三市が、速やかに合併協議に入ることを促した、合併促進決議や埼玉市発足時の都市、計画マスタープランで、行政の中心として位置づけられている。また、明治時代に、 旧制浦和中学と浦和高等女学校、大正時代に旧制浦和高校が設置され、文教都市として知られるゆえんとなった。関東大震災以降、東京などからの移住者で人口が急増し、別所沼周辺に画家が移住したことから、鎌倉文史に浦和画家という言葉が生まれ画家の町として知られる。明治期に埼玉主犯学校でサッカーの指導が始められると、 隣接していた旧姓浦和中学とともに埼玉サッカー発祥の地とされ、サッカーが盛んな地域として全国的に名を馳せ、1993年の J リーグ発足時には浦和レッズが、浦和市をホームタウンとして活動して現在に至っている。地域で最も東京都心に近く通勤電車の本数も多いことから、1995年には川口市を抜き、 県内最大の人口を要する都市となり、2019年現在でも、埼玉市を構成する旧四市で最大の人口を要する。浦和市時代から、世帯所得は全国的に見ても高く、浦和駅西側の大地上は高級住宅街としても知られる。旧大宮市は、かつて、三沼の水神を祀ったとも言われる、氷川神社の門前町であったが、現在の町は、 1591年に、浦和塾と上尾塾の間にあった馬継ぎ場に宿駅が設けられたことに期限を発する。日本鉄道開通時において、鉄道駅の設置はなかったため、浦和駅上尾駅間への熱心な駅、誘致活動により1885年3月に、大宮駅を開設。その後も日本鉄道大宮工場や、大宮総車場などの鉄道施設を誘致し、 鉄道の街として知られるようになった。1940年に大宮町、三橋村、日清村、宮原村、大佐戸村が合併し、大宮市が誕生。埼玉県内では浦和市に次ぐ市政志向であった。大宮駅の周辺に商業施設が集積し、戦後に市街地が拡大。合併前、の人口は県内で浦和。 川口に次ぐ3位に成長した。戦後地銀の一つである、武蔵野銀行の本店でもある。戦術の合併促進決議などで、経済の中心として位置づけられている。また日本初のサッカー専用スタジアムである、ナックファイブスタジアム大宮を本拠地とし、J2 リーグが発足した1999年に、J リーグに加盟した大宮アルディージャが、大宮市をホームタウンとして活動して、 現在に至っている。なお、埼玉市を構成する旧四市の中で面積は最大であった。旧四の市は旧浦和市と旧大宮市の間に挟まれた位置にあり、他の三市に比べて面積が小さく、ほぼ全域にわたって市街化されている。1958年に市政施行。市域の狭さや市内のほぼ全域が鉄道駅資金に位置することもあり、自然域が 人口集中地区に含まれ、人口密度は合併前の旧四市の中で最も高い。また、埼玉スーパーアリーナと彩りの国埼玉芸術劇場を要するため、戦術の合併促進決議などで情報発信の中心として位置づけられている。合併直前に整備された埼玉新都心のうち、東北本線西側の主要な地域は旧三市の地域にまたがっていたが、 政令指定都市移行時に地域の大半を占めていた旧与野市である中央区に旧浦足部分、旧大宮市部分を編入して新都心という町名を新設した。旧岩月市は南北方向に細長い地域に岩月城の城下町を起源とする中心市街地があり、南北に住宅地や農地が多いという市街配置、土地利用構成となっていること、 江戸時代には大部分が岩月半量であったこと、1954年の市政施行前の所属軍が南埼玉軍であったことなどの歴史的経緯において他の旧三史とは異なった特徴を有する。伝統工芸品である岩月人形の産地で人形店が集積し、人形の町として全国的に知られるようになった。一方で近代以降の歴史を振り返ると、 1889年の市政町村制施行当時の旧四市の中心自治体はすべて町であった。浦和町は浦和塾単独による調整施行で設置されて以降、常に周辺の村々を編入合併したものの、1934年の市政施行は周辺の村々を合併せず単独で市政を施行している。一方、大宮町は、 大宮塾と周辺の4村による新設合併によって調整を施行し、1940年の市政施行も大宮町と周辺の4村との新設合併によって大宮市を設置している。また与野町は旧与野町と周辺の旧村との新設合併によって調整を施行し、1958年の市政施行は単独で市政を施行している。岩槻町は 旧位は月町と隣接する1村との新設合併によって調整を施行し、1954年に市政施行を前提とする岩月町と周辺の6村との新設合併によって新しい岩月町を設置した後、同年に単独で市政を施行している。浦和にとってこれまで経験した自治体合併は全て浦和への編入合併であったため、埼玉市設置が 初めての新設合併であったのに対して、大宮、岩月は二度、世のも一度新設合併を経験し、その度に、大宮、世の、岩月の名を、後継の新設自治体に引き継がせてきた権威がある。現在魂行きの昭和初期における町村2001年5月1日、以前の歴史については、浦市、大宮市、世の市、岩月市も参照。地名については、 埼玉市の地名も参照。現在玉市域には旧石器時代より人が居住しており、大宮大地の関東牢無双から、大古里遺跡、名花向き遺跡などの遺跡から旧石器時代の遺物が出土している。縄文時代前期には、世界的な温暖化の進行により海面上昇が進み、荒川や元荒川の下流域は海面下に没した。このため、内陸圏である、 埼玉県や栃木県でもこの時代の貝塚が発見されており、埼玉市内においても、当時の海岸線に近い大宮大地の沿辺部に、白旗貝塚、大谷城貝塚、大戸貝塚、中川貝塚等の貝塚が残されている。寒冷化の進んだ縄文時代の後期、晩期の遺跡は少なくなるものの、新福寺貝塚、馬場小室山遺跡、南広史。 沼遺跡などの遺跡がある。弥生時代、古墳時代に入ると、本格的な水筒工作が行われるようになる中で、低地を望む大地の沿辺部や、低地の自然堤防に、多くの集落が形成されるようになった。古墳は、植水古墳群、川が、八津古墳群、大久保古墳群、土合古墳群など、小入間川沿いの大地沿辺部や、低地に多く見られる。奈良時代に、 律令体制が整備されると、原埼玉市の内岩月区は埼玉郡に、それ以外の旧区は足立郡に含まれるようになった。和名類受賞には、足立郡に7つの里が所在されており、そのうち法律、植田、郡家、発土、大里の五郷を原埼玉市域内に否定する説が、あるが、孤立郷や発土郡は埼玉市外に否定する説もあり、定かではない。 縁起式新名庁には、現在魂行では、氷川神社、長神社、足立神社の三座が所在されている。大久保両家に足立軍の軍画があったと推定されている。平安時代中頃に国史に抵抗する軍統の放棄が続発して、治安が悪化した武蔵国では、地方豪族や、荘園管理者などが、農民などを集めて武装化するようになり、 やがてそのような武装集団が物資となっていった。天行元年、足立軍事として、現在の浦和や大宮を含む足立軍一帯を支配していたと考えられる、武蔵武芝と武蔵ゴンボリの起用を、武蔵助の源の常元との対立が生じた。これがやがて、平野正門の乱の契機となったが、乱に巻き込まれる中で、武蔵武芝は失脚し、以降足立氏などが、 足立チ軍事として登場した。1160年の平時の乱の際、源義朝に従って敗れた、足立チ縁元は、その後足立チ軍に筆足していたと考えられているが、自称4年に拒兵して、鎌倉入りした、源頼朝から、足立チ軍の軍合了承を安堵され、以後有力御家人として徴用された。足立チ縁元の屋敷は玄桶川市の川田谷に、否定する説と、 原西魂西区の上田谷に否定する説とがある。このほか鎌倉時代に原西魂域に勢力を有した武士として、神戸和市、前屋市、三甲市、渋江市、柏崎市などがある。原都田市西部から、埼玉市南区西部にまたがるさざめ里は、昭和6年から4度に分けて、鎌倉の鶴岡八幡宮に寄進されたが、大江元年以降、 鶴岡八幡宮による支配に抵抗する農民の闘争がたびたび生じた。室町時代の関東地方では、幾度にわたる戦乱が生じ、原埼玉市域もその戦乱の場となった。関能の上乱においては、関能元年に羽根根像にて合戦が行われ、足利尊氏法の高齢教清志が、足利忠義法の南端九郎サブローラを破っている。また、 京徳3年12月27日に京徳の乱が勃発すると、県西魂一帯は、古学坊法と関東管連法との対峙の場となった。交渉2年には、古学坊の足利重氏の家臣である柳田持助が、足立軍に打ち入ってその大半を横領した。また、岩月城は、関東管連法の上杉持友の家臣である大田助清。 すけながふによる築城であるとする説と、古学防法の成田政党による築城であるとする説とがあり、築城後も、大田氏が上司となった時期について、複数の説があるなど、両勢力の拡築が続いた。その後、長京の乱における、長期間にわたる三内上杉家と、大木谷上杉家との抗争を経て、関東地方における上杉氏の力は消耗し、代わって、 ご北条氏の勢力が次第に拡大することとなった。大英四年には、北条氏綱の勢力がすでに、三室里に及んでおり、この頃から現在魂域一帯は、岩月大田氏の勢力と、後北条氏の勢力の接点となったが、やがて天文十五年の川越屋戦にて、北条氏安軍が勝利すると、武蔵国におけるご北条氏の勢力拡大はさらに、本格化した。 そのような状況下で、やがて永禄七年には、大田氏氏がその父である、大田助政を追放して、北条氏康に内容し、その結果、一体は、後北条氏の支配体制下に置かれることとなった。しかし、1590年には、豊臣秀吉による小田原征伐の過程で、岩月城も陥落した。これにより後北条氏による支配は終わり、代わって、豊臣秀吉の命で、 関東地方を与えられた徳川家康が関東入りした。徳川家康は関東における支配を固める過程で江戸の近隣に幕府領や旗本領、普代大,大名を多く配置した。江戸時代の幕藩体制下で玄西魂域に置かれた藩としては岩月城を藩長とする岩月藩がある。玄西魂域のうち、 岩月区域の大部分は、この岩月藩の所領であった。一方、他の旧区の区域は、幕府領や旗本領を中心に、さらに自社領や岩月藩領が入り混じり、さらに IQ も多いという、複雑で細分化された支配体系下にあった。江戸時代に、現在魂域において、町が形成されていたのは、浦和塾、大宮塾、与野町。 岩月町及び大門宿の5カ所であった。このうち岩月町が唯一の城下町であり、またこの岩月町と大門宿が将軍の日光三景や岩月藩の参勤交代の経路として用いられた日光成街道の宿場町である。また浦和塾と大宮塾は五街道の一つとして整備された中仙道の宿場町であり、与野町は甲州街道と 日光成街道を結ぶ脇王館である、欧州道中岩津軌道の次立場として成立した町である。しかし、大門宿の規模は極めて小さく、また、浦和宿や大宮宿も中仙道の宿場町の中では、比較的小規模であって、世の町の方が規模の大きい町であった。江戸時代は、利根川、荒川流域において、 多数の河川の付け替えや沼地の干拓が行われた時代であり、原埼玉市域もその影響を大きく受けることとなった。まず寛永6年には関東軍隊の稲田田春らが、利根川当選事業の一環として、それまで現在の元荒川へと流れていた荒川の河道を現在の熊谷市、久下付近で締め切り、和田吉野川、市野川を経由して、入間川筋に流す。 河川改修を実施した。この河川の付け替えにより、元荒川筋では水害が減少して、新殿開発が盛んに行われるようになった反面、入間川筋ではより一層洪水の危険性にさらされることとなった。同じく1629年には、灌外用水の確保を目的として、現在の東浦和駅南東側付近の芝川を咳止める発丁亭も蓄定され、 その上流側に、ミヌマタメイが形成された。1728年には、教法の改革の一環として、神殿開発を進めていた、徳川吉宗の命を受けたい、沢見聡兵衛が、八丁堤を切り開いて、ミヌマタメイを干拓して、神殿とし、それに代わる水源として、利根川からミヌマ大洋水を、開削させた。1731年には、 元の八丁包みがあった付近に、日本で最古級の黄門式運河である、見沼通船ホリーが開拓され、見沼大洋水桃園、見沼大洋水生園と芝川をつなぐ、内陸水運路となった。享保17年には、見沼大洋水生園から分水する形で、高沼用水路が開拓され、見沼に続いて、大鳥沼が干拓された。また、 江戸時代には原上げ押し域から原南区域にかけての広い範囲が、金徳川家や徳川将軍家の高場となっていた。明治維新の過程において、日本の地方行政に関わる制度が、不藩県三地制、藩赤法官、廃藩地権と移行していく中で、現在市域では、明治2年1月28日に大宮県が設置されたが、大宮県の実質的な県庁機能は、 東京府日本橋枠路町に置かれた。同年9月には県庁が浦和塾に移転し、県名も浦和県へと変更された。一方、岩月藩は1871年8月29日の廃藩地県により岩月県となった。その後、同年11月に浦和県、岩月県、押し県が合併して埼玉県が誕生。県庁は 旧浦和県庁に置かれた。日本初の鉄道開業から11年後の1883年には、日本鉄道の上野駅、熊谷駅間が開通し、現在多摩市駅では、初の鉄道駅である、浦和駅が開業した。市域西部を流れる荒川は、1907年8月と1910年8月に、水害を起こし、特に1910年の水害は、 関東大水害として知られる。荒川をはじめ埼玉県内の多数の河川が大雨により氾濫し、埼玉県や東京府の広い範囲が浸水するなど大規模なものとなった。これらの水害を契機に、荒川では荒川下流改修計画、荒川上流改修計画が策定され、一体的な治水対策や河川改修工事が行われるようになった。しかしながら、 戦争を含む当時の日本の経済、社会情勢の影響を受け、工事は当初予定よりも大幅に時間を要することとなった。現在魂行きは荒川上流改修計画に含まれているが、これによる河川改修工事は開始年が1918年、二重工事も含めた終了年は1954年のことである。これにより、埼玉市付近の荒川は、 幅 2km 弱にわたる河川敷を有することとなった。1923年の関東大震災は現在の埼玉市域、中でも浦和と大宮の発展に大きな影響を及ぼすことになる。この時期埼玉県では主要都市中心部で高知整理事業の名による区画整理が始まっていたが、中でも早期に高知整理事業が進み、 震災の時点で、すでに中心部付近に整備された、五番状の外区を設けていた旧浦和町は、震災被害も軽微であった。このため、壊滅した東京や横浜から人口が流入し、特に別所沼の周辺の浦和駅西側地域には画家を、はじめとした富裕層や文化人が移住した。彼らは、浦和画家と呼ばれる文化人コミュニティを形成し、 文教として浦和の発展に寄与した。一方、大宮では、やはり震災を契機として、大宮町、大佐戸村協会部に、東京、小石川から盆栽業者が集団移転し、盆栽村組合が設立されて、厳格な景観に対する取り決めを行い、盆栽村が形成された。これら関東大震災後に、浦和、大宮に花開いた文化は、現在でも文化的遺産となっている。 1927年に宮脇梅吉が埼玉県知事に就任。宮脇は県庁のある浦和の単独市政もしくは浦和、大宮、与野の山頂と六辻、三橋野二村の合併による一大都市県実現を構想した。宮脇は在任わずかで他県に転出して実現しなかったが、1931年に宮脇が再び埼玉県知事に就任。 持論を再び展開し、日清を加えて山頂、三村の合併による大埼玉市構想を強く提唱した。しかし大宮町の負債総額が浦和町を大幅に上回っていたことから浦和町が合併に消極的であったと言われ、合併は実現しなかった。1934年、市政施行により浦和市が発足。これは都道府県庁所在地として最も遅い市政。 思考であった。また、浦和、大宮、与野、六辻、三橋の一市二町に村の上水道を取り扱う埼玉県南水道組合が設立され、大埼玉市構想の一部が実現した。九百三十九年には、浦和市が与野、六辻と戸田、わらびなどの一市三町六村での合併を呼びかけ、大宮町も浦和市、与野町との独自の合併案を提示した。 翌年の1940年、埼玉県が仲介して、大宮案での合併交渉に入り、六辻、日清を加えて一市三町五村での合併で、一応の合意にこぎつけたが、各論では反対が続出して、交渉は打ち切りとなった。大宮町は、交渉部長に備えて、別個に合併交渉を進めていた日清、三橋、宮原、大佐戸の四、 村と11月に合併し、同時に市政志向により大宮市が発足。1943年には埼玉県知事の大津俊夫が、浦和、大宮、与野都の西一町で、埼玉市を設立する合併構想を打ち出すも、戦争の激化により立ち消えとなった。太平洋戦争中は、埼玉県内を管轄する浦和連帯区司令部が、置かれ、 戦争末期の1945年には、浦和に第36軍が置かれた。地域では4月14日に浦和と大宮が、5月26日に、再び浦和が空襲を受け死傷者が生じ、また浦和への爆撃横告ビラが投下されるなどしたが、県内最大の空襲である、熊谷空襲のような大規模空襲に遭うことはなかった。終戦後新中軍の占領下になると、埼玉会館に、 埼玉軍西部が置かれた。ミソのウィングシティ2001年に戦前から数度、浮上した合併構想が結実し、浦和、大宮、与野の合併により埼玉市が発足した。2005年には岩月を編入し、現在に至っている。戦後、旧浦和市域を東西に走る武蔵野線、浦和市、大宮市、与野市をまたがって、埼京線や東北新幹線が開業し、 東北自動車道、東京外環自動車道、首都高速道路などインフラ整備が行われた結果、資金の原市域も人口流入が進んだ。特に浦和市は県庁所在地として、大宮市は商業の中心としてそれぞれ発展した。平坦な地形から住宅開発が進み、旧四市域の人口は1990年代に100万人を超え、 合併後には130万人となり、京都市に次ぐ国内9位の都市となった。現在も複数の区画整理事業が進められており、今後も市街地の拡大が見込まれる。埼玉スタジアム2002を中心とした味噌のウィングシティは、計画人口3万人以上の市内最大規模の開発事業となった。また、主要駅周辺部では再開発事業が活発化し、 高層建築物が増加した。市内で最も高さがある建物は、埼玉新都心にある、ランドアクシスタワー。最も階数が高い建物は、ライブタワー武蔵浦和となっている。合併に関する経過と合併後の遠隔。旧市に関する詳細な歴史は、各4市の項目を参照。浦和市、大宮市、与野市の合併合併、政令指定都市へ、岩槻市を編入。 現在の埼玉市が成立詳細は埼玉市長を参照埼玉市議会を参照本市における衆議院の小選挙区は3つに区分されている。本市における県議会の選挙区は行政区ごとに区分して議員を選出している。その総数は14である。埼玉市役所の項目も参照。市の一般的な広報活動は広報化により行われている。 同課内には、一般的な広報活動の企画立案や、各区ごとの広報活動の取りまとめを行う広報係のほか、行政情報の見える化を推進することを主な業務とする企画推進係がある。主な広報媒体として、広報市、司法埼玉、テレビ番組、のびのびシティ埼玉市のほか、ウェブ媒体によるものなどがあり、このうち、司法、埼玉については、 視覚障害者向けにカセットテープ版や展示版も制作されている。また、この他にも、市議会や市政の個別テーマ、仏局、地域ごとの広報が多くなされている。市のマスコットキャラクターとして、市内の見沼に伝わる伝承にちなんだ、綱が、竜、ヌーが2007年9月20日に制定された。このキャラクターは一定の条件を満たせば営利目的を、含めて、 誰でも使用することができるほか、着ぐるみの貸し出しも行われている。また、埼玉県の自治体のゆるキャラで構成される、ゆる玉応援団にも加盟している。また、柳瀬隆氏によるキャラクター、浦和うなこちゃんが、埼玉観光大使に任命されており、各種イベントにて、ヌーや埼玉県のキャラクターである、小バトン、埼玉っちと一緒に登場することが多い。鹿として、埼玉市の歌、 希望の街が制作されている。政霊指定都市移行記念として2003年に制定されたもので、公募により880点に寄せられた歌詞の最優秀作品に、市出身の竹川幸秀が作曲及び補作詞をした楽曲で、竹川と二人の娘のユニット、竹川幸秀 t e ー s カ Company が歌う。この楽曲の冒頭と、 エンディングに流れるちゃんと風のエールは、浦和レッズと大宮アールディージャのサポーター有志による、ものである。また、このエールをアレンジしたものが、市内の複数の JR 駅で発車メロディーとしても使用されている。消防局、危機管理センター消防、防災保険所上下水道ごみ処理施設、最上観光案内所教育、編集教育委員会教育研究所児童施設。 その他10区すべてに子育て支援センターを設置している。図書館、編集埼玉市図書館を参照。市内に25館設置されている。他に、埼玉県立熊谷図書館裏分室が、埼玉県立浦和図書館閉館後、埼玉県立文書館内に設置。地域拠点施設、編集コミュニティセンター、編集支所、市民の窓口、 編集一部事務組合事務一託埼玉市と埼玉県日本全国政令市特別区部平均の従業人口ベースの産業構成。埼玉市では従業者の80%以上が商業、サービス業等の第三次産業に従事している。この構成割合は政令市及び東京特別区部全体とほぼ同様である。 埼玉県全体や日本全国と比べると、製造業の構成割合が小さく、サービス業の構成割合が大きい。市街地には、テクノシティ、浦和などのデータセンター、郊外には、岩月工業団地、吉野原工業団地などの物流拠点が所在する。商工会議所金融機関埼玉リソナ、銀行本部本社を置く、主な企業研究所など特殊法人。 独立行政法人独立行政法人組合企業伊勢丹浦和店埼玉大学小中学校および高等学校特別支援学校等はカテゴリー埼玉市の学校を参照大学国立大学法人市立埼玉市文化センター新聞社テレビ放送局 FM ラジオ局コミュニティ FM 局ケーブルテレビ埼玉市立病院埼玉市は 一市で一つの二次医療系を構成する。医師会日本赤十字社埼玉スタジアム2 0 0埼玉市は旧浦和市域を中心としてサッカーが盛んな町でもある。現在の埼玉市役所付近に置かれた埼玉市半学校が1937年の全国中等学校集休大会で初優勝し、初めて優勝期が箱根の山を越えた。以来、 1950年代から1970年代にかけて浦和高校、浦和西高校、浦和市立高校、浦和南高校が次々と全国制覇し、静岡県や広島県とともにサッカー後三夜と称された。2017年現在、埼玉市内を本拠地とするプロサッカークラブとしては J リーグ一部に所属する浦和レッドダイヤモンズ、大宮アールディージャ、 女子サッカークラブとしては、ナデシコリーグに所属する、浦和レッドダイヤモンズレディースがある。特に、三菱重工業サッカー部を前身とする、浦和レッドダイヤモンズは、AFC チャンピオンズリーグで2度優勝した、強豪クラブとなっている。浦和レッドダイヤモンズと大宮アルディージャとの試合は、埼玉ダービーと呼ばれている。また、J1 企画以上のサッカースタジアムが3つある都市は、埼玉市だけとなっている。 2002年には FIFA ワールドカップの埼玉会場として日本代表の初戦や準決勝戦など4試合が緑区の埼玉スタジアム2002で行われた。2020年東京オリンピックにおいても使用される予定となっている。市内では野球も盛んであり、県営、市営合わせ4つの野球場が所在する。高校野球においては選抜高校野球大会20回。 全国高校野球選手権に13回出場し、県内最多の甲子園大会出場回数の浦和学院高校が所在しており、2013年に浦和学院高校が1968年に大宮工業高校が選抜高校野球大会で全国優勝を果たしている。社会人野球においても実業団チームでは日本通運が浦和市時代から、 都市対抗野球大会に45回、日本選手権に20回出場しており、1964年に埼玉県生初の都市対抗野球大会優勝を果たし、1994年には日本選手権に優勝を果たすなど、南関東エリアの競合として知られている。また、クラブチームでは全浦和野球団が全日本クラブ、野球選手権大会に1976年の、 1> 第1回大会から3連覇を果たしている。戦前は、大宮町に本拠に置いた、全大宮が1932年から、都市対抗野球大会に5年連続で出場し、1935年、1936年と2年連続で、準決勝に進出する活躍をした。バスケットボールについては、B3 リーグ所属の埼玉ブロンコスのホームタウンであるほか 2006年8月26日から9月3日までフィババスケットボール世界選手権のファイナルラウンドが中央区の埼玉スーパーアリーナにて行われた。女子では現在は廃部となったが日本リーグにも参戦していた日本ツーンディアーズが浦和市に本拠を置いていた。また2017年度より天皇杯皇后杯全日本バスケットボール選手権大会の最終ラウンドを 埼玉スーパーアリーナにて行われている。埼玉市はスポーツが盛んな都市というイメージを活かし、1994年に埼玉市スポーツ文学賞を創設した。スポーツを題材とする小説及びエッセイを全国から公募する文学賞で2010年まで各年で実施された。また、受賞者の作品をまとめた作品集スポーツストーリーズを毎回刊行していた。 サッカー、編集野球、公園美術館博物館その他、JR 大宮鉄道フレアイフェアセンター、会場専門地域活性化、構成への継承を図るため2008年4月25日に、以下3つを、市の伝統産業を指定した。2017年7月現在、市内33駅合計の乗降客数は増加傾向にある。鉄道路線 JTB パブリッシングや、 交通新聞社の時刻表における県、市の代表駅は、県庁、市役所の最寄り駅である、浦和駅となっている。現在市駅において、初めて鉄道が開通したのは1883年で、原始駅で唯一の鉄道駅として、浦和駅が開業した。また、1885年3月16日には、大宮駅が設置された。その後、 新たな鉄道路線の開通や新駅の開業により、現在摩市駅を通る路線や駅は、次第に増加し、4つの事業者が運行する11の旅客鉄道路線と、31の鉄道駅がある。このうち大宮駅、浦和駅、南浦和駅、埼玉新都心駅、武蔵浦和駅、北浦和駅の6駅は、JR 東日本の乗車人員ランキング上位100位内に、 ランクインする。新幹線以外の旅客鉄道路線の多くは南北方向に通じており、東京大都市圏における放射状の路線をなしている。特に大宮駅以南は京浜東北線、宇都宮線、上野東京ライン、湘南新宿ラインの三副線となっており、多数の列車が運行されている。大宮駅北でも宇都宮線、 高崎線が都心へのアクセス路線という重要な役割を果たしている。一方で、東京大都市圏における環状の路線をなす路線として、市の北部に東部の田線と JR 川越線、南部に JR 武蔵野線がそれぞれ東西方向に通じている。浦和駅大宮駅埼玉、新都心駅東日本旅客鉄道東武鉄道。 埼玉高速鉄道埼玉新都市交通 JR 東日本大宮総合車両センター JR 貨物大宮車両所車両工場車両基地1885年3月16日の大宮駅設置後大規模な車両の点検整備や建造のための自社工場を持っていなかった日本鉄道が上野駅や青森駅間の全通を機に1894年12月10日に 大宮駅北側に設立した車両工場が現在の JR 東日本大宮総合車両センター及び JR 貨物大宮車両所である開設から120年以上経った現在も現地で創業している長い歴史を持つ車両工場で鉄道の町大宮の中心となった施設であり町の発展に大いに寄与した旧大宮市が 埼玉市となった2001年以降もその異名は変わらず、使われ続け、2014年から、埼玉市が、大宮総合車両センターとの共同主催で、鉄道の街大宮鉄道フレアイフェアを、大宮車両所との共催で開催している。また、上記の他埼玉市内にある、車両基地は、以下の通り、東日本旅客鉄道大宮総合車両センター、東大宮センター、 宮尾埼玉車両センター、旧西日本貨物鉄道大宮車両所埼玉、高速鉄道浦和味その車両基地埼玉市、コミュニティバスの車両市内全域で民営バスによる運行が行われている。市の南部、中央部には国際工業バス、北西部には西部バス、北東部には東部バスウエストの運行路線が、それぞれ多く、大半のバス路線は、 鉄道駅を奇襲点としている。公営交通の運行はないが、市内に営業所を置く民営バス事業者に運行を委託し、市が運行費用の一部を補助するコミュニティバスが存在する。乗車方法は後乗り前折り小払い方式で、運賃は整理券方式による区間制である。パスもスイカが利用可能なバス事業者が多く、また、回数券が利用できるバス事業者もある。 ただし、100円均一区間では、現金以外で支払うと割引が適用されない。以下に、市内で運行している事業者を示す。乗り合いタクシーは、バスとは案内されず、運行委託先はバス会社ではなく、タクシー会社であるものの、定められた経路を時刻通りに運行する公共交通機関として、ここで一括して取り上げる。コミュニティバス、乗り合いタクシー。 編集タクシーの営業区域は、県南中央交通圏で、川口市、河野寿市、上吉市、戸田市などと同じエリアとなっている。首都高速埼玉新都心線埼玉市内の通りも、参照。市内に通称のある区間が存在する道路は括弧内に通称平気。なお、市内の全区間に通称があるとは限らない。高速道路、有料道路、 編集東日本高速道路 E4、東北自動車道 C3、東京外環自動車道市と、高速道路埼玉大宮線埼玉新都心線、埼玉県道路公社一般国道、編集都道府県道、編集90号までは、主要地方道、103号以降は、一般県道。都市計画道路、編集姉妹都市を中心に、以下の運営施設がある。 旧市で名誉市民に推挙された人物は、埼玉市名誉市民として、自動的に継承されている。旧市で市民栄誉賞に表彰された人物は、埼玉市民栄誉賞受賞者として、自動的に継承されている。カテゴリー、埼玉市を物体とした作品も参照。小説など映画漫画、アニメコンピュータゲーム萌え本綱が、竜、ヌーに関するカテゴリー、希望の街に関するカテゴリー。 ありがとうございます。